それにしても帝国じゃありえない風景だな。ここを回り込めば広い場所に出るはずだ。場所まで気候兵が現れるなんて。鉄路以外で運んできたとなると、さすがに徒歩だと遠すぎだろう。あともう少しだね。トールズ士官学院7組、リーン・シュバルツァーだったな。前回の実習にはいなかったが、そちらは同じクラスの仲間のようだ。この内戦の最中、よくぞ無事にここまでたどり着いた。詳しい話は司令室の方で聞かせてもらうとしよう。
はい、どうぞ。これは気持ちがいいな。風になったみたい。どうぞ。馬は久々ですが、なんとかなりそうです。はいや。ノルドの集落は左手を進んだ方向だな。よし、この先がガイウスの故郷のはずだ。ガイウス、いるかな。避難を始めていると言っていましたが。はいや。気をつけろ。マイ、行こっか。バカだ。私の強さ。マイ、任せた。行こっか。行きますか。マイ、戦闘終了。先に進もう。大丈夫か、みんな。ガイウス、来てくれたのか。グッドタイミングだね。間に合ったようだな。待たせてすまない。俺も共に戦うぞ。助太刀か。騎馬戦術とは味な真似を。だがそちらがその気なら。こちら、なぜ招待。うん、了解。現時点をもって終了する。定期巡回を終了。監視塔方面に撤収する。いや、行ったみたいだね。なんとか切り抜けたか。合理的かつ的確な動き。高ランクの両兵らしいですね。しかし彼ら、通信機を使っていましたね。ええ、中将たちの話だと高原一帯で動力通信が使えなくなっているということでしたが。みんな無事のようだな。ああ、おかげさまで。ありがとう、ガイウス、助けに来てくれて。
いや、間に合って本当に良かった。そうか、本当にリーンなんだな。こうして会える日を何度願ったかわからない。よく無事でいてくれた。ガイウスこそ無事でいてくれてよかった。あんな不甲斐ない俺を守ってくれて、信じてくれて本当に感謝している。当たり前だ。リーンやみんなのためならどんな苦難も厭わない。風と女神の導きがある限り、それは変わることはない。今までも、そしてこれからも。ガイス、ありがとう。本当に良かった。一安心だね。他のみんなもよく無事でいてくれた。まさか俺の故郷まで来てくれるとは思わなかったぞ。ああ、こちらの方に君たちがいると分かったからな。初めて来たが、雄大で素晴らしい場所だな。うん、なんかホッとする風景かも。ありがとう。ですが、そのノルドの地も戦火に巻き込まれつつある。ええ、さすがに放っておくわけにはいきません。とにかく積もる話は道すがらしよう。ここから北西ラクリマ湖畔まで案内する。ラクリマ湖畔、グエンさんの小屋があった。ああ、一族みんなその付近に避難していてな。そしてアリサとミリアムも身を寄せている。あ、そうか、他の二人はアリサとミリアムだったのか。そうでしたか、無事でいてくれたんですね。ガイウス、二人を避難させてくれたんだな。いや、むしろ俺の方が二人に助けられたくらいだ。さあ、みんな馬に乗ってくれ。一番早いルートで湖畔まで案内しよう。
ラージュくらいありそう。あんなものどうやって作ったんだ。さすがに驚くか。どうどう。高原の北東部はそちらの先だな。前回の実習では俺も行かなかったな。ハイヤの番だ。行こっか。危険度低下。あれを。急行車の地下にも現れた。おじい様、ここは私たちが。うんうん、こんなのちょちょいのちょいだよ。母ちゃん、いっけの魔獣とはまるで桁違いの強さだわ。この アルサ、メリアム。大丈夫か、みんな。助立ち参上。助けに来たぞ。リン、わー、どうしているのさ。おまけに来るやまで。話は後です。まずは目標を撃破しましょう。気をつけなさい。こいつは幻獣。そこらの相手とはわけが違うわ。勝手に承知。行きましょう。力を尽くすしかなさそうだな。参る。
早き風よ。なれなれ。やったか。ああ、どうやら倒せたようだ。とんでもない相手だったな。急降車で戦った時も恐ろしく手強かったな。幻獣だったっけ。本来この次元に現れるはずのない存在よ。帝国とその周辺で起きている何らかの乱れや歪み、それらがこの地に影響を及ぼしてあれを顕現させたのかもしれない。乱れや歪み、帝国の内戦と連動して何かが起き始めている。クレアだ、本物だ。ミリアムちゃん、無事でいてくれてよかったです。本当に。クレアの方こそ、その服も結構似合ってるね。そうですか。ティーン。あ、ティーン、本当にあなたなのね。まさかこんな場所で会えるなんて。アリサ、その元気だったか。なんとかグエンさんと合流できたみたいだが。うん、じゃなくて、元気だったかなんてこっちのセリフでしょ。あれから一体どうして、どうやってノルドの地に。セリーヌはともかく、フィーたちまでいるなんて。ちょっと事情があってさ、後で詳しく話すけど、本当にいろいろなことがあったんだ。すまない、心配をかけたな。ううん、それも私のセリフよ。あの時はごめんなさい。え？私たち分かっていたの。あんな風に別れて、あなたがどれだけ苦しむか、どれだけ深く後悔して自分を責めるだろうかって。ああ、分かっていたのに、ああするしかなかったの。あれが私たちの、帝国の未来にとって最善の選択だって思えたから。そうやって全てをあなたに押し付けて、だから本当にごめんなさい。アリサ、謝る必要なんてないさ。みんなのおかげで俺は生き延びることができた。みんなも無事でいてくれて、こうしてまた会うことができた。だからありがとう。今俺が言えるのはそれだけだ。ティーン、私もありがとう。お帰りなさい。ああ、ただいま。やれやれね。
い感極まってというか、とにかくそういうのじゃありませんから。それじゃ僕の番だね。おお、よく来たね、リン。クレアが一緒だったのはさすがに予想外だったけど。いろいろありまして。ミリアムこそよくアリサとガイウスと一緒にいてくれたな。てっきり情報局の方に戻ってると思ったけど。戻ってこいって言われてないし、ノルドだったら僕も詳しいから。リーンたちとまた会うまで一緒に行動するつもりだったよ。そうか、本当にありがとう。みんなで力を合わせて残りの仲間たちも探し出そう。ミリアム、また力を貸してくれ。もちろん。とりあえず一安心。これでノルド方面の全員が集まったわけだな。ああ、無事に再会できてこんなに嬉しいことはない。よかったですね、皆さん。監視塔。貴族連合が奪った高原南部にある。以前大破した後立て直したみたいですが。まさか動力通信の不調と関係が。ええ、そのまさかよ。厄介な仕掛けがあるみたいなんだよね。よし、行くか、ハイヤー。
強敵発見。どうか気をつけて。はや。前に登った高台、この付近だったか。ええ、その角あたりね。はい、どうぞ。行くぞ。ターン。今だ。ここだ。バカな。俺の番だ。やったか。良さそうな宝箱だ。なさそうだな。俺の番だ。
外に出たか。よし、この上だ。とユミルに現れた。現れましたね。大陸いえ結社の執行者か。お初にお目にかかる。麗しのアイスメイデン殿、どうやら私の情報くらいとうに掴んでくれていたようだ。ごきげんよう、トールズ士官学院7組の諸君。執行者ナンバー10、怪盗紳士ブルブラン。先の開校から2月余り、再会できる日を待ちわびていた。何をしに来た、怪盗 B。邪魔をするつもりなら相手をさせてもらうぞ。勘違いをしないでほしい。私の行動理念はあくまで利を追い求めることにある。この異邦の地に舞い降りたのもまたしかり。諸君の妨害など二の次なのだ。B？ 何を言っている。わからないかね。この異郷の地の雄大なる自然、生命の営み、それらも戦火に包まれればあっけなく燃え尽きてゆくだろう。そして真なる美とは失われる時こそ輝くもの。私はそれを見届けに来たのだよ。貴様、どこまで悪趣味なのよ。
ブルブラン様、戯れはそのくらいで。なっ、あの人形は、え、灰の起動者と協力者、指定されていた面々です。今回の任務外であってもこの場で対処すべきかと。それはもちろん。だが私有を決する前工場は時に百年の美酒より甘美なもの。与えられた任務をこなすだけではあまりに味気がないと思わないかね。理解しかねます。あの子は何者だ。エリゼと工場殿下をさらっていった張本人だ。クロチルダさんの命令であの黒い人形を操って。あんな子が？それにあの黒い人形って、君は一体何者だ？ゲッサの仲間なのか？エリゼと工場殿下は、あの二人はどうしたんだ？ゲッサ、見喰らう蛇の俗称と推定。いいえ、そちらには属していません。残念ながら彼女は結社の一員ではない。ま、全く関係がないとは言い切れないのだが、とりあえず我々と同じ貴族連合の協力者の一人でね。西風と同じ。それじゃクロートも。帝国解放戦線もそうか。あまり時間を消費するわけにもいきません。これ以上のやり取りは無意味と判断します。私はアルティナ、アルティナ・オライオン。コードネームはブラック・ラビット。そしてこの子はクラウソラス。これより制圧を開始します。ブラック・ラビット、それにオライオン。なんだか知らないけどやる気みたいだね。いっくよ母ちゃん。黒と白の共演とはなかなか気が利いている。さあ七組の諸君、青き果実があれからどれほど甘く苦労しく熟したか、今こそ味わわせてもらおうか。来る高原を渡る風よ、俺たちに力を。それでは始めるとしよう。マイ、行くぞ。オーバーライズ。無名を切り裂く戦火の一刀と、上昇。やりますね。俺の番だな。
今だ。ここだ。まだ気は抜けないね。さすがに手強い。素晴らしい。想像以上に甘美なる仕上がり。どうやら簡単に制圧とはいかないようだよ、お嬢さん。脅威度、情報修正、そちらの傀儡も聞いていたスペックよりは機能が向上しているようですね。そうなのかな。うん、でもやっぱり君もつながってるみたいだね。アルティナだったな。いい加減答えてもらうぞ。エリゼと殿下は今どこにいる。まさか傷つけてはいないだろうな。彼女たちについては私の知るところではありません。ルーファス・アルバレア卿に身柄を引き渡しましたので。それって確か勇士の兄の名前だ。貴族連合の総参謀として大層な活躍ぶりのようだ。各地の貴公子団を分断したのも彼の手腕によるところが大きい。彼ほどの才覚があればこそといったところだろうがね。そんな。とにかくあなた方は貴族連合の内情に詳しいようです。そちらの装置を止めた後、いろいろと話を聞かせてもらいます。理解不能です。悲しいことに彼らは未だこの場の主導権を我々が握っていることを。手縫いというやつか。これも私の得意な術の一つでね。これで君たちもカゴの中の鳥というわけだ。こんなことまでできるなんて。迂闊でした。それでは全員拘束させていただきます。なあ、しばしの間この地での滞在を認めよう。高原に燃え広がる炎を心ゆくまま眺めていたまえ。させるか。これはまさか。あの力を使うつもりか。面白い。確かに君の鬼の力なら我が術を抜けられるやもしれん。さあ解き放つがいい。君の真実の一端を。その必要はありませんわ。
あれは。アリサお嬢様、お迎えに上がりました。七組の皆様もお変わりなくて何よりですわ。まさかこのような異境で君と再会できるとは。これも女神の、いや大いなるマスターの導きかな。執行者ナンバー9、視線のクルーガー。そのどちらでもありませんわ。ラインフォルド家に仕える忠実なる使用人としてお嬢様の危機に駆けつけるのは当然のことですから。シャロン相変わらずだね。ですがおかげで助かりました。今はラインフォルド家に捧げられているというわけか。君の大いなる愛と献身は。ええ、結社での使命よりも優先しているだけのこと。それ以上でも以下でもありません。なるほど、ヨシュアやレンと同じ道を選ぶつもりではないようだね。彼らのように後戻りできる身ではありませんから。ですがあなたの美が私の大切な方々を傷つけるつもりならば容赦なく一片の慈悲もなく断ち切らせていただきましょう。すごい殺気シャロン。それでこそ視線の意味なにふさわしい。いいだろう、ならば私も怪盗としての全てを。しまった、貴族連合の軍用艇戻ってきたのか。まずいですね、完全に包囲されたようです。あと少しで装置を止められるのに。頃合いですね。やれやれ、なんとブス。しかしこれで君たちも身体極まったようだ。いや、ちょうどいいタイミングだ。ほう、報告にあった。まさか行けるんだ。ええ、マナは十分なはずよ。ああ、来い、灰の騎士バリマール。おう、なんと美しい機体か。あれが灰の騎士ですか。軍用艇と機甲兵は俺たちが引きつける。ガイルズ、みんなここをよろしく頼む。リー、まさか、ちょっと
つもりはない。だがノルドを脅かす存在を野放しにするわけにはいかない。空の方にも注意しておきなさい。地上に気を取られてたら手痛い一撃を食らうわよ。ああ、分かった。なんとか隙を見つけて一気に片付けるぞ。仲間とのリンク、うまくやりなさい。セイリブ、そこだ。カー聞いてるわ、この調子よ。俺の番だ。違いましたが、ミッションコンプリートだね。さすがはリーン様ですわね。まったくもう本当に無茶ばかりして。ああ、だからこそリーンだ。どうやらここが潮時のようだ。かの灰の鬼神の姿もしかと見届けさせてもらったし、この地での未練はない。構わないかな、黒ウサギ君。特に問題は脅威度の再評価という点では非常に有意義でした。逃げる気？動かないで、まだ聞きたいことが。帝国での舞台はまだ幕が開いたばかり。やがて大いなる運命のうねりが、武将君がそれにどう立ち向かうかしかと見届けさせていただこう。視線の国は君自身の立ち位置も含めてな。どうぞご自由に。
たとえ何が起きようと私の愛を揺らぎません。それでは失礼します。そちらのオライオン、そしてアガーテラムよ、機会があれば。まったねー、クーちゃんもバイバーイ。クーちゃんって、クラウソラスを混乱させないでください。リン・シュバルツァー、彼にもよろしく伝えてくれたまえ。それでは、さらばだ。はあ、とんでもない相手だ。だが、なんとか切り抜けられたようだ。とにかく今はあの装置を停止させてしまいましょう。これで光源における危機は一旦収束に向かうはずですわ。ええ、そうね。ってなんで私たちの目的を把握してるのよ。お嬢様のことなら何でもお見通しですから。本当、相変わらずだね。
ランクアップだな。こいつはギルドからの気持ちだ。いい感じだな。まあこんなもんだろ。街道に出ましたわね。レグラムの町は右手方向ですね。以前よりも霧が濃いかもしれんな。城壁発見。
やれやれ、手間をかけさせるわね。とか言いつつ、さすがに嬉しそうだな。う、嬉しそうな顔なんてし。ラーラ、委員長。あれはモルドにも出た。行くぞエマ、援護を頼む。お任せください。ルクス光の剣だ。受けてみよ。ラウラ、また腕を上げたみたいだね。委員長も不思議な力を普通に使っているみたいだし、わざわざ来る必要はなかったかもしれないな。いえ、まだ終わりじゃないわ。どうやらそのようですわね。気を引き締めなさい、エマン。俺たちも加勢する。まずはこいつを片付けよう。一緒に行くよ、ラウラ。フィー、そなたたち心得た。力を貸すがよい。行きましょう、みな。力を尽くすしかなさそうだな。俺の番だな。受けてみよう、我が前例の奥義。せっやっうわぁ、吠えろ獅子校長じゃん。俺の番だな。天道を司りし、大いなる星々よし、その神秘なる輝きをもって我が声に応えよ。不思議な気配もやっと消えたみたいだ。大丈夫か、二人とも。
当にリーンさんなんですね。皆さん、セリーヌまで。当たり前でしょ。まったく唐突すぎて。リーン、そなたが無事でいてくれるとはな。なんというか、柄にも合わず目頭が熱くなってきてしまっている。ラウラ、すまない。心配をかけて、みんなには何度礼を言っても足りないくらいだ。水臭いことを言うな。私は七組の一員としてこの剣を振るうと誓った。こうして再び会える日がいつか来ると信じて、今ようやくそれは果たされた。ありがとう、ラウラ。本当に無事でよかった。委員長もようやく会えたな。はい。またこうして皆さんに会える日が来るなんて、リーンさんに再び委員長と呼んでもらえる日が来るなんて、なんだか夢の中の出来事みたいです。俺も同じ気持ちさ。でもこれは夢なんかじゃない。大変な状況だけど、こうしてまた会うことができた。諦めずにここまで来て本当に良かったと思うよ。はい、本当に。きっと皆さんのおかげです。皆さんやリーンさんがいたからこそ私はここまでやってこられた。改めてお礼を言わせてください。委員長。ちょ、エマ。ありがとう、セリーヌ。リーンさんたちのことここまでサポートしてくれて、一緒にここまで来てくれて本当にありがとう。大したことじゃないでしょ。あんたこそ、まあ無事でよかったわね。野良猫にならずに済みそうで、人は。もう憎まれ口ばかり叩くんだから。仲いいね。これも何かの導きだろう。ああ、そ。これでラウラ様、エマ様と無事に再会できましたわね。幻獣の気配も消えたようですし、一旦町に戻られますか。ええ、そうしましょう。ラウラたちも構わないか。うん、もちろんだ。道すがらこれまでのことをいろいろと話させてもらおう。桟橋の方へ急ぐとしましょうか。委員長？本当ならもう少し早く話しておくべきでした。私たちのこと、そして
鬼神と機動車のこと。その話か。話してくれる気になったんだな。はい。エマ、セリーヌからすでに聞いているかもしれませんが、私が士官学院に入ったのは使命のためでした。古より続く一族の末裔、ヘクセンブリードとしての魔女の使命。それは遥か昔から受け継がれてきたものでね、地下深くに封印された大いなる力を見守り、その行く末を見届けること、それがエマにとっての果たすべき使命だったってわけ。大いなる力、休校。じゃあ君たちは鬼神のことを最初から知っていたというわけか。ええ、存在については。そして鬼神が機動車を選ぶことも。選ばれた人間が避けられない戦いに巻き込まれていくことも。あ、うん。資質はあったとはいえ、リンさんはある意味巻き込まれた側です。準契約者となった他の皆さんも同じく。なのに私は何一つ皆さんに警告することができなかった。7組の仲間としてどう考えても失格だと思います。エマ委員長。エマ、あんた、せっかく再会できたのにこんなことを言うなんてどうかと思いますけど、私これ以上皆さんとは。委員長、君はあの時言ったはずだ。7組は最高のクラスだって。およそクラス分けには縁がなかった私ですけど、7組が最高であるのは自信を持って言えると思います。クローがそうだったように、俺たちの背景にはいろいろあった。俺自身幼い頃から妙な力を抱えてしまっているし、あれ自体鬼神とは何の関係もないものなんだろう。そうね、選ばれた理由の一つにはなっているかもしれないけど、あんたのその鬼の力は魔女でもよくわからないものだわ。そうか。でも俺はこんな忌まわしい力を持っている俺ですら胸を張って7組の一員だと言えるし、言いたいと思ってる。アリサも、エリオットも、ラウラにフィー、マキアスにユースも、ガイウスにミリアム、クロー、そしてエマ、君もいる。最高のクラスの一員でいたいと思っているんだ。リン当然。最高のクラスか。だからそんなことは言わないでくれ。そしてどうか俺たちを導いてほしい。不思議な知識を持つ魔女としてだけじゃなく、俺たちのクラスの委員長、面倒見のいい大切な仲間として。何も言えなくなるじゃないですか。わかりました。古の謎の一端を知る魔女としてだけではなく、7組の一員であるエマ・ミルスティンとして、どうかこれからも皆さんと共にいさせてください。
ああ、もちろんだ。言わずもがなだ。こちらこそよろしくだ。やっぱ7組にはエマがいないと。
いそう。気をつけた方がいいかも。前の実習ではこの先は行ってないな。うん、道なりに行くとバリア。手強いぞ、行くぞ。はっ、崩れた。ここだ。任せてくれ。ラストチャンス。これで終わり。未熟な。俺の番だな。あら、てか行こっか。迎え撃つぞ。俺たちの力だ。起きて。力を尽くすしかなさそうだ。行くぞ。私は。行くぞ。崩れたぞ。いただき。見てる。あの、私のチャンス。これで終わり。俺の番だな。戦闘終了。先に進もう。やった。先に進むとしようか。
任せるがよい。任せてくれ。うん、任せて。遅かったな。ユース、やはりそなただったか。待ちくたびれたぞ。ずいぶんと時間がかかったようだな。ユースがあんな回りくどい方法で呼び出したからだろ。この町は少々人目がありすぎるからな。気を使ってやっただけありがたく思うがいい。やれやれ。でもよかった、こう無事でいてくれて。本当に安心したよ。お前の方もな。よくぞあの状況を乗り越え、ここまでたどり着いたものだ。まあお前ならば成し遂げるとは思っていた。この俺が見込んだ男だからな。きっとみんなのおかげだろ。ありがとうユース。ようやくこれで皆様全員が揃いましたね。私も嬉しい限りですわ。はい、本当に。シャロン殿もお力添えに感謝する。なぜ RF のメイドまで一緒にいるのかは知らんが。ユース、お前たちの動きは貴族連合を通じて伝わっていた。あの灰色の騎士人形を使って各地の貴族連合の部隊を何度か退けていることも、しかし正規軍に属することなく、あくまで第三勢力として動いているということもな。あ、ふん、鬼神のことも一応は伝わってるみたいね。そして俺がこの場を作ったのは、俺とお前たちの立場の違いを今一度明確にしておくためだ。
ユーシスさんと。なるほど。つまりそなたは我らと共に来る気はないのだな。まさか。何かの冗談。何を驚くことがある。これでも一応貴族連合の中核であるアルバレア家の人間だ。すでに両方軍の指揮など父の手伝いをしていることはお前たちも知っているはずだ。それは貴族の義務か。そして兄は連合軍の総参謀として働き、父は両兵を雇ってユミルを、お前の故郷を襲った。あの心優しい人々がいた。俺にとっても思い出深い場所。すまない。俺がもう少し早く実家に戻っていれば。いや、弁解は無用か。だが、これで分かっただろう。もはや俺とお前たちとの間には埋めようもない溝があること。道は分かたれたということ。ユーシスさん、この町から出る時の安全は保証しよう。なんだったら動力者で適当な場所まで送ってもいい。だがそこから先は。ユーシス、ユミルのこと、アルバレア家の責務のこと、いろいろなしがらみがあるのはわかる。ちなみに父さんは先日目を覚ましたばかりだ。ほとんど傷も回復して、あとは体力を戻すだけだろう。そうか、よかった。できれば直接お見舞いをしたかったが。いや、気にしないでくれ。俺が言いたかったのはそれを理由にするなってことだ。え？大事なのはユーシス自身がどうしたいかってことだろ。真に貴族連合に賛同して実家の手伝いがしたいなら俺たちだってと。だが少しでも自分を曲げているんだったら、俺の父が傷ついたことにありもしない責任を感じているなら、後戻りできなくなってしまったと勝手に思い込んでいるのなら、それはただの逃げだろ。真の帝国貴族にふさわしいとは俺には思えない。俺の父がここにいたら叱って諭しているはずだ。きついね。無理をしているのは俺の目から見てもわかる。俺たちはまだ学生で自分たちのことで手一杯だ。この内戦も様々な対立も将来どうすべきかも未熟なままで答えを出すなんてとてもできるとは思えない。だからこそ俺たちはもう一度集まるべきだと思う。生まれも違えば立場も違う、そんな未熟者同士、それでも意見と知恵を重ねて
難しい状況を乗り越える。俺たちが特別実習でやり遂げてきたことだろう。そうだな。そうですね。それが私たち7組でした。まあ、見てる方はハラハラしっぱなしだけどね。そうですわね。なんとなくだが、お前には俺の迷いを切られるような予感はあった。ユシさん。だが、それでも俺にはアルバレア公爵家の人間として果たすべき責任と義務がある。それでもお前たちが引き下がらないというならば、勝負をもってケリをつけるしかあるまい。1ヶ月前、お前とクロ勝負ついてくるがいい。リーン・オーロックス峡谷、かつて俺たちが実習で通ったあの地で白黒をつけるとしよう。赤き翼の情報を集めていたら飛んだところに出くわしましたわね。アルバレア校に対する義理などはありませんが、一応見届けた方がいいかもしれませんわね。ふぅ、俺どっちでもいいぜ。お前さんに全部任せるからよろしく頼むわ。適当に街をぶらついてるからよ。って、あなたが来ないでどうするんですの？私はあくまでサポート、あなた方ナンバー持ちを手伝っているだけですわよ。わかったよ。たくめ、まあ知った顔もいるし、ちっとは楽しめそうだな。
俺の馬に競り勝つとはなかなかやるな。ユース、風上は取らせてもらったぞ。さあ決着をつけよう。いいだろう、この程度のハンデなどくれてやる。行くぞリーン、来いユース。行くぞ。はっ、機を逃すな。一斉にかかれ。マイタ、まだまだこれからだ。行くぞ。はっ、マイタ、ひざまずけ。せやマイ、はあ、やっ、戦闘終了。勝負ありだな。さすがだな、八王一刀流。少し見ない間にさらに磨きがかかったようだ。ユースの方こそ全力を出し切らなければとても叶わなかった。剣にしても競争にしてもお互い全てを出し切ったということか。どうやら完膚なきまでに俺の負けのようだ。ニー、ユーシス大丈夫ですか？みんな、勝負は？蹴りついたみたいだね。ふん、見ての通りの結果だ。ああ、なんとか勝てたみたいだ。正直ギリギリだったが。そうか。じゃあ馬術、そして剣術、現時点での俺が持つ力は全て出し切った。だがそれ以上にお前たちの力と意志が強い。それを確かめられた以上、もはや迷いはない。今の俺が進むべき道はお前たちと共にある。ユース、行こう、一緒に。この内戦において七組として答えを見出すために、そしてあいつにクロウのいる場所に届くために。ああ、任せておくがいい。このユーシス・アルバレア、今より七組に合流しよう。俺なりのアルバレアの在り方を父や兄に示すためにも。やれやれ、見てるこっちが恥ずかしくなってくるわ。ううん、そういうのも含めて。ああ、これが俺たちだろう。共にぶつかり合って初めて分かることもある。私もこの学院生活でみな、フィ。うん、これで現時点で集まれる7組が全員揃ったわけですわね。これからのことですが。そうは問屋がおろしませんわ。今の声は。あそこだ。あれは甲冑。あの二人は。はっ、
ごきげんよう、トールズ士官学院七組。せっかくの再会のようですが、水を差させていただきますわ。俺たちのこと一体何者だ知った顔もいますが、まあせっかくですし名乗らせていただきますわ。見くらう蛇が第七使徒、その直属たる鉄器隊、筆頭大使を務める神速のデュバリーです。我がマスターの命によりこの地に推参しました。結社の手先、第七使徒、鋼の聖女に率いられた結社最強の戦闘部隊ですわね。厄介な連中が現れたわね。鉄器隊だと。かの槍の聖女が率いた敵対と関係が。確かあなたはアルゼイドの娘でしたか気になりますか。でも教えてあげませんわ聖女悔しがるといいですわ。そして気になって気になって夜も眠れなくなればいいのです。ふん、ざまーみろですわ。なんだこの女は。そこまで気になるわけでは。教えたくないのであればあえて問いただすつもりはないが。ちょっとお待ちなさい。本当は知りたいはずなのに何を余裕ぶってるんですの。言動はともかく凄まじい使い手みたいですね。ええ、執行者ではないものの達人クラスの腕前ですわ。あちらに控えている方は正直次元が違いますけど。まあいいですわ。せっかくですしあなたの方も名乗って差し上げて。まだそんなところにいたんですの。ふう、そのナンバーワン。シャロンさんや怪盗 B と同じ執行者のナンバーか。ええ、私のナンバーはナイン。ナンバーは執行者の強さを示すものではありませんが、それでも彼は特別、結社最強と言っても過言ではありません。鋼とどちらが上かは試したことがねえけどな。さっきのレースは悪くなかったし、知った相手をしてやるか。俺はマクバーン、豪炎なんて呼ばれている。うだうだ問答するのは面倒だ。相手をしてやるからとっととかかってきな。この凄まじい気当たりは炎。
入り我がマスターより授かるし、神速の剣とくと喰らい上がれですわ。まあこんな場所までわざわざ着き、1分くらいは持ってくれよ。なめるな。みんな全力で迎撃するぞ。任せるがよい。少しは楽しませろよ。さあ参りますわよ。俺の番だな。視線に入れとくとご覧の。はっ、失礼ですが、もう逃げられませんわ。キギしばく早々。受けてみ。ありえませんわ。ちょっとは食い下がるのか。いいだろう、あとは任せた。俺に任せてもらおう。早く塗り燃えろ。私としたことがやらせん。燃えろ。すまない、みんな焼き尽くせ。不甲斐ない。ったく、もう終わるか。そんなここまでとは。強すぎる。今までに見た中でもナンバーワン。正面からでは分が悪すぎますわね。あの女騎士はなんとか捕らえたが。まさか学生ごときに不覚を取るとは。しかもアルゼイド家の娘相手に。おいおい、手を抜きすぎだろ。確かレーベのアホから一本くらいは取ってなかったか。まあ100本中1本くらいでしたけど。じゃなくて少し足を滑らせただけですわ。ん、ひょっとしてお前混じってやがるな。何のことだ。いや気づいてないなら別に。その程度だったらたかが知れてるだろうしな。あ、一体何を。そんじゃあとは任せたぜ。踏んづかまえた校舎で。ちょっと待ってください。さすがにこの数は少し。だから面倒くせえんだって。もう少し熱くなれる相手がいや、ともかく。だったらお次は私が相手をしましょうか。あ、この声、やっと来たか。とは何ですの。やれやれ、急いだ甲斐があったわね。ここまで化け物じみた相手が来ていたなんて。あんたはサラ教官。遅くなったわね。私が来たからには
君たちに指一本触れさせないわ。七組の担任教官としてね。教官、永久遊撃士。へえ、聞く名前だな。なんでサラがここに。だが偶然ではあるまい。まさかあるルートから極秘裏に連絡が取れ、万が一を考えて保険をかけていたわけだ。そうだったのか。サラ様、ご無事で何よりでしたわ。はいはい、そりゃどうも。この子たちのためにヘビの仲間相手にやり合ってくれたみたいだし、一応感謝しとくわ。まだやる気ですの？遊撃士風情が加わったくらいで状況は変わりませんわよ。だがまあ、やっと面白くなってきたぜ。人里もなさそうだし、本気を出しても良さそうだな。あ、いけない。あれは、ちょ、待ってください。さすがにそれは、私まで巻き込むつもりですの？この声、あれはアルバレア公爵。父上、それにあるの？おいおい、公爵さん、邪魔してくれるなよ。せっかく突きかけた火がしけっちまうだろうね。手紙に記した通りです。自分は七組の仲間と共に自分自身の道を行きます。あくまで父上や兄上とは別に、アルバレアの在り方を見極めるためにも。ユース、しらけちまった。あた好きにやってる。 あなたはもう。リンさん。ああ、どうやら出番みたいね。彼を呼ぶつもり。ここが正念場。お願いします。来い。愛の騎士バリマール。おう、うまくやりなさい。行くぞ。
しばしおさらばです。兄上にもよろしくお伝えください。願わくばユミルのような無法をこれ以上犯しませぬよう。アルノ、連れ出した馬は丁重に屋敷に戻してやってくれ。Thank you.